中国海洋石油集団は14日、超深水大型ガスタ、深海1号第2期プロジェクトで、圧力が最も高い開発性、A12 製の掘削作業が完了し、中国の深水開発性の圧力レベル記録を更新したと発表した。A12 完转井深超4300米，至此深海一号二期钻井种进池已超50000米，相当于6座珠穆朗玛峰的高度。钻井作业总体进度达到了90%，为项目按期投产奠定了坚实的基础。第2期プロジェクトの水中ガス製12本のうち3本が深水高圧製で、中でもA12 製は作業リスクが最も高く、開発の難易度が極めて高い。構建包括深水高压井安全控制技术、集中式井口规模化作业技术、深水深沉大微井提效技术、深水长效生产保障技术等四项关键技术在内的核心技术体系，确保深海一号二期工程钻完井作业顺利实施。中国海洋石油集団によると、第2期プロジェクトが完了後には、深海1号の天然ガス埋蔵量は1000億立方メートルから1500億立方メートルに増加する見込みだという。